のラジオは特別です。機関車の魔法は特別です。ロマンティカエル役の鈴代さゆみです。フラムシュナイダー役の藤原夏美です。イエーイ。さっきマイクテストした時こんな声じゃなかったから多分びっくりしてる。私もびっくりしました。すいません。はい、ということで始まりました、はい、機関車の魔法は特別ですのラジオ。はい、機関車のラジオは特別です。はい、もう特別な第1回になりました。そうですね、終わります。もう終わらないでください。終わってもいいぐらいの気持ちでとってもハッピーなんですけれども、ええ、いや夏美さん、はい、鈴代さん、こんにちは。こんにちは。よそよそしいな、なんか。いや嬉しい、なんかこういう、ね、作品ラジオとか、そもそもラジオで夏美さんとお話しさせていただくのって、うんうん、それこそ我々といえば、うん、86のね。すごい、打ち合わせしてないのに6が揃った。いや、さすがなのよ。86というね、うんうん、まあちょっともうこのラジオ聞いてくださっている方は、もしかしたら見てくださっていた方もいらっしゃるんじゃないかなっていうところで、はい、同じね、アニプレックスさんの作品で、そうですね、同じスタッフさんもいらっしゃったりとかするので、うん、出していいって言われたんで出してます。はい、もう一面な感じで共演させていただいたりとかしておりまして、はい、そうですね、同じ事務所のね、うん、私は後輩で、夏美さんの先輩と後輩、うん、先輩、うん、私先輩先輩ね、そんな私たちがとある、はい、とあるじゃないや、 それこそ86とかのね、うん、作品で、ハッピーセット、アーツビジョンのハッピーセットっていう風に、はい、命名していただいたことがあって、そうなんですよ。それ以降なんか2人が揃ったタイミングでアーツビジョンのハッピーセットっていう気持ちでやらせてもらっているんですけれども、うん、はい、なんと今回はこのラジオでパーソナリティということで、うわー、嬉しい、もう、うわー、やばいです、本当にとんでもないですね。緊張しちゃいます。今緊張してる人の語尾だったか。緊張しています。緊張しています。本当に嬉しいです。私もでございます。いや、だってデビューして今今年何年目、7年目とかになったんですけど、うん、夏美さん、うん、もう7年目なんだろう。さゆみちゃん7年目になったんだね。大きくなったね。大きくなってきた、うん、大きくなったとは言わない、うん、大きくなってきた、うんうん、なってる。私ですが、本当デビューしてもうすぐ1年目の頃から本当に夏美さんにはお世話になっておりまして、こちらこそ、そんな先輩と一緒に、はい、パーソナリティ、やせよ、嬉しすぎる、本当に嬉しい。こちらも嬉しい思いでいっぱいです。丸ということでね、はい、まあ、今回作品きっかけで我々のことを知ってくださった方にも、うん、なんかこう作品の魅力をいろいろお届けできるように頑張りたいなと思うんですけれども、はい、ちなみに夏美さんはこういうなんか MC 的なのはよくやられていらっしゃったりは。いえ、しないです。しないです。はい。なのでああまり経験がないっていうこともあってすごく緊張してるんですけど。はね、鈴代がいるっていうことでね。じゃあ、いや、おんぶに抱っこって。いや、そうだ。おんぶに抱っこしながら。お互いおぶられていきながらやりたいなって思うんですけど、はい、ここで一通いただいてるみたいです。メールに怯えている。これはもう読んでいいんですか？お願いいたします。はい。こちらペンネーム八助さんからいただきました。うん、ありがとうございます。さゆみん、なつみん、こんにちは。こんにちは。こんにちは。アニメ放送に加えてラジオ開始おめでとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。同じ事務所であり、休日にキャッチボールをしたことがあるくらい仲良しで、アーツビジョンのハッピーセットとも呼ばれるお二人のラジオということで、近況トークやお便りへのツッコミが盛り上がって、番組進行どころではなくなるような気がするのは私だけでしょうか。いや、私も思います。お二人のわちゃわちゃしたやり取りに笑顔をもらいつつ、アニメの振り返りもできることを楽しみにしていますね、というお便りいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。もうやっぱ皆さん分かっていらっしゃるんですね。そうだね。こうわちゃわちゃなるっていうことが、なんかこうメールで文字にしてくださると、うんうん、こういう感情まだ知らないよっていう方も、うん、そうなのかって思いながら聞いてもらえるから。あ、そうですね、安心できますね。八助さん、ありがとうございました。ありがとうございます。この番組、この二人のラジオがどういうラジオになるのか教えて、はい、説明してくださってありがとうございます。
パーソナリティ側が書店のメールで教えてもらうっていう。ありがとうございます。ありがとうございます。そんな感じでいろいろやっていきたいラジオなんですけれども、はい、メールもなんか今回初回にもかかわらずたくさんいただけてるということで、うんね、すごい。そう、ありがとうございます。紙いっぱいあった。いっぱいあった紙。ありがとうございます皆さん。嬉しいです。後々ちょっとまあコーナーの説明だったりとかしていきたいと思うんですけれども、おい、まあ、今回のこの機関車のラジオは特別ですっていうのがですね、うん、月1回の配信となっております。はい、これ私勘違いして、うん、あの月1レシの収録で4本撮りなのかと思ってすごいボリュームなのよ。あのすごい短時間で撮るなって思いながら来てたんですけど、うん、そうじゃなくて月1回の配信ということなので。そうです。まあ、ゆったりね。そうですね、うん、放送と合わせてモリモリでラジオもやっていきたいなと思います。はい、お願いします。はい、ということで、ではそれでは今回からよろしくお願いします。お願いします。さて、このラジオが配信される翌日、うん、明日ですね、はい、10月7日からいよいよ機関車の魔法は特別ですが放送開始となります。おーい、ついにです ね、 ねドキドキ、嬉しい、うん、まあそんなね、今回は放送直前ということで、はい、作品紹介をしていきたいと思います。はい、機関車の魔法は特別です。こちら原作はピッコマにて連載中です。ではこちらの作品のあらすじを藤原さんからお願いいたします。わかりました絶えず世界を侵食する異次元空間、影の世界。その中でも最悪の災害と呼ばれる影の迷宮に人類は直面した。デジール・アルマンは仲間と共に影の迷宮最後のボス破滅竜ボロミア・ナポールと対峙するも、ボロミア・ナポール、そうだそうだ、世界は滅亡を迎えてしまう。全てが終わったと思った瞬間、デジールの目の前に広がる光景は13年前の世界だった。13年前。自身の出身校でもある帝国最高の魔法学園、マジか、ヘブリオン学園の入学式まで戻ってきたデジール。ヘブリ、来る滅亡の未来を変えるべく仲間たちを再び集めて世界を救うために立ち上がる。ワールド、おお今なんか吹きましたよね、火を。あ、私がボロミアナポールとなってしまったのかもしれない。やばい、破滅竜だ、滅ぼされてしまう。まあね、といったあらすじとなっております。これね、まあ要は影の世界っていうのがまあ一応メインでございまして、うん、まあ、そちらでやばい、ね、敵がいたんですけれどもそう、倒したと思ったら、うん、なんか倒せてなくて、そうそうそう、みんなやられてしまって、うわ絶望だってなってたら、気づいたら、あれ、ここって13年前の世界ってなる主人公、そうっていう話ですね。はい、はい、ここから物語がスタートしていくっていう感じなんですけれども、まあ、そんな話の中に出てきます登場キャラクターをご紹介していきたいと思います、はい、まず先ほどもお話ありましたデジール・アルマン、こちら主人公ですね。うん、ね、CV は寺島拓磨さんがご担当されております。はい、デジール・アルマンは相手の魔法を解析して分解する逆算魔法が得意な青年の魔法使い、はい、影の迷宮の戦いで世界が滅亡する間際13年前の世界に飛ばされて帰還してしまったということで、はい、してしまったって言っていいのか帰還できたと言っていいのか分かりませんけれども、ね、ここは、うん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 、結構この逆算魔法っていうのは作品の中でもかなりこう主軸としていっぱい出てくるところにはなるので覚えておいてもらいたいなと思いますね、うんうん、はい、そして、続きまして私鈴代が演じさせていただきますロマンティカエルちゃんです。やっ、いやっロマンティカさん、はい、ロマンティカさん、あープラム、ロマンティカはですね、はい、風属性の魔法使いということで、うんね、よく風の魔法を使ってるんですけども、うんうん、その帰還する前、デジールが帰還する前、うん、デジールの仲間の一人だったが戦いの中死亡しましたねえ、滅亡の中で、うん、みんな仲間たちがこう次々と倒れていく中の一人だったってことですね、うん、まあ、そんなロマンティカちゃんなんですけれども、はい、本人の性格的には勝ち気な感じですごい自信家なところもある一方、うん、とあることに劣等感も持っております。お、何なんでしょう ね、 ね、気になりますね、はい、デジールに突っかかりながらもなんだかんだ全力で同じ目標に向かってみんなで頑張っていくよっていう感じのヒロインちゃんになっております。はい、
実に可愛らしいです、はい、可愛らしい二つ結びの子です。はい、そしてはい、そして藤原はですねプラムシュナイザーという男の子を演じております。はい、はい、こちら俊足の剣士かっこいい。いやーかっこいいだろ。うわ俊足の剣士かっこいいだろ。かっこいい。だけども普段は小動物のように可愛らしいんでございます。はい、幼い頃から剣術の腕を磨いてきて、うん、平民ながらに実力は貴族にも劣らないという。あ、なんか平民と貴族っていうのはなんかちょっと、ね、気になりますけれどもね、うん、重要なワードになってきますよ。はい、はい、そして帰還する前デジールの記憶ではレイピアを使っていたが、うん、なぜか今は大剣を使っている。あ、レイピアっていうのは細い剣で。あ、そうですね、なんか細いのが太くなったんですかね強くなったんですかねどうなんですかね。はい、はい、このねなんで大剣を使っているかっていうところにもねちょっとね注目していただきたいんですけれども。そうですね、はい、そしてなんて言ってもデジールさんのことが大好きっていうことで、これは本当に、うん、もうそれ溢れんばかりのデジール愛。そうすごいですよ。もうなんかずっと言ってないって感じ。本当にね、うん、アピールがねなんかすごかった。もうそこだけで別のアニメ作れそうですプラムとデジールのボリュームで言うとねうだけどその好きっていうのがねどういう好きなのかっていうところにもねちょっと注目していただきつつ、はい、はい、ね、まあ、とりあえずはこの3人が結構、うん、序盤の方とか特に出てくるかなっていうキャラクターになっているんですけれども、はい、他にもキャラクターたくさん登場いたします、はい、なんでねぜひ明日からのアニメを見てみて皆さんが感じるか、うん、楽しみにしてます。はい、楽しんでくださいねはい、ということなんですけれども実はね、うん、我々はもう1話の方見させていただいておりまして、はい、いかがでしたか1話ご覧になった時。すごかったすごかったすごかった。もうねまあねこの、うん、もうさっきあらすじを言ってしまったんですけれども、うんうん、まあ破滅竜ボロミアのアポールさんがね、はい、もうどんちゃん騒ぎしてるわけですよ。どんちゃん騒ぎそう言うのね。そう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 、はい、破滅騒ぎしてるんですね。そうそうそう、もうボロミアナポールさん怖すぎて、いや本当に本当にあこ怖って言っちゃったぐらい迫力がすごかったです。本当になんか画面いっぱいにこう見えてたりする、うん、なんかシーンとかもあったりとかしてて、うん、普通にマジで怖い、うん、なんか思ってた以上に怖くてびっくりしましたね。やっぱアフレコの時にはさ分かんなかったからさ、うんうんうん、そうなんかざっくりとした絵だったりとか、うん、原作も結構フルカラーでコミックとかあるんですけど、うんうんうん、その時に見てた、うん、そのボルミアナポールのなんだろう怖さがちゃんとなんかアニメでより、うん、なんか立体的に見えるからか分かんないですけど動くとやっぱね怖いですね。やっぱ竜ってね迫力が今もうさらに伝わってくるような感じになってます。はい、まあそんなボルミアナポールさんに世界が滅ぼされてしまうんですけれども、はい、もうだってPV とかにも結構出てましたけど、それこそロマンティカとかプラムとかみんななんかぐったりした映像が入ってたりとかして、うん、あれしょっぱなから ね、 ねもうあの、ね、姿を見せてしまってびっくりですよね、うんうんうん、まあもうねアフレコは全部終わってるということで、うん、我々はこのアニメがどう進んでいくかってなんとなくね把握はしているんですけれども。そうですね、どうでしたか、なんかプラムは結構夏美さん的にはこう演じやすいというか、うん、割とすんなりスッとこう掴めた感じのある役柄でしたか。そうだな、プラムは割と珍しい方で私の中で演じさせていただくにあたってなかなかこういう可愛い属性の男の子っていうのが、はい、なんだろうこう演じる機会っていうのはなかなか珍しくて、だから、はい、うこんな感じでいいのかなみたいなちょっとまあね不安や緊張をしながら収録に臨ませていただいたのはあるんですけど、いやそうなんですよ、うんうん、プラムって可愛いんですよね本当に。そう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 、剣士だけど。これちなみにオーディションの時にやったそのお芝居、うん、お芝居感から、うん、その可愛いとかいろいろディレクションをいただいてで変わりましたか、うん、結構元から割とこう可愛い感じで演じられてましたか、うん、そうですね、なんか原作とかそれこそコミックとかを読ませていただいた時に、うんうんうん、プラムの表情がやっぱすごく可愛らしいということももう視覚からも伝わってきてたんで、うん、なんかちょっと乙女チックっていう感じもうなんかありますよね、キュロンみたいな、それこそデジールさんに対しての接してるシーンだったりとか、はい、そういうところも踏まえながら、うん、テープオーディションとかオーディションの時とかはやらせていただいてたんですけど、はい、そうですね、まあでもプラムその剣士としてのところとかは確かオーディションなかったんじゃないかな。ああ、そうだったんですね。なんか重点的には書い、うんうん、原稿としてはなかったので、はいはい、剣士としてそういうふうやっぱバトルしたりとかそういうところだったりとかは、
ちょっと初めてアフレコで挑ませていただいたんですけど。あ、そうなんですね。でもなんかその話を聞くと、オーディション時にそうやっぱ可愛いシーンとかが結構あったってことは、割とそこも重視されてたのかもしれないですね、そのオーディション段階から。なるかな。可愛さをやっぱこうプラムのこうより出せる人みたいな、うん、それでお藤原可愛いのもいけんじゃんと思ってくださったのかな。うわ、ありがとうございます。キャー、ありがとうございます。頑張りますね。いやでも本当にアフレコやってても、あの逆にロマンティカはなんか可愛いんですけど、もちろん可愛いんですけど、どっちかっていうと本当になんかこうなんかツンツンしてるところもあるというか、なんかトゲトゲではないんですけど、ツンツンなんですよね。そうだね、なんかその突っかかってく感じのなんかワンちゃんがワンワンみたいなところとか、ポメラニアンみたいな感じ。あ、ポメラニアン。ポメラニアン、ポメですね、あでも確かにそういうなんか小動物的可愛さはプラムだけど、なんかそうじゃないなんか野生味のある可愛さというか、まあなんかエルはすごいあるなって思いながらやってたんですけれども、ロマンティカもね結構なんかビシッていうところもあれば、可愛いものに対しては可愛い、それこそプラムの可愛さに対しては可愛いとかって結構言ってたりするんですね。そうそうそう、ロマンティカさんね、なんかプラムのことすごくめでてくださる人なんで、なかなか珍しいですよね、ディジールがいて、プラム男の子だけどこうなんか可愛らしい感じで、エルがデジールじゃなくてプラムに対して可愛いみたいな、そうそうそう、なんか関係性もすごい特殊というかね、本当にこの3人だからかななんて思いますが、まあね、そんな3人がいますけれども、エルはロマンティカちゃんはちょっと序盤の方で、そのボルミアナポールとの対峙とかでね、大変な目にもあったりするのかしないのか。そうですね、でももう今言ってるんですけど死亡しちゃったりとかするのかもしれないということで、プラムはどうなんですかね、その時はね、みたいなところとかもあって、まあ世界が滅亡するっていうところから始まるということで、結構ね、初回は重い感じになりそうなんですけれども、まあ1話を経て2話から、まあ、またこう新しくスタートみたいなところもあるので、ぜひね、そんな後半に向けて楽しんで明日は見ていただけたらなと思っております。はい、よろしくお願いします。ということで、明日10月7日から放送開始となる機関車の魔法は特別です。まず第1話からのチェックよろしくお願いいたします。はい、機関車のラジオは特別です。ではここから番組コーナーを紹介していきますよ。一つ目は、はい、もしも魔法が使えたならです。使いたい。わはわは、やられた。いや使いたいよな、魔法な。魔法使いたいです。え、魔法使いになりたいなって思ったことありますか。あるあるある、今までの人生で。あるある。あ、いつなの思いましたかそれ。結構なさ頻度でなりたいって思われる。この魔法っていうか、なんかこの能力あったら、今もまああるよ。なんか本気でですか。めっちゃ疑ってるやん。本気で魔法使いになりたい。まあ魔法使い、魔法使えたらなぐらいの。そうそうそう、あうわ、なんかすぐ汚い部屋片付けられたらなみたいなとかさ、わかる。あのやばい、あの電車が来ねえ、このまま現場行けたらなとか、瞬間移動できたらなみたいな。本当にね、とかあるやん。やっぱちょっと困ってバタバタしてる時とか、だいたい魔法使えたらなって思いますよね。ないですか。ありますよ。なくし物した時とか、いきなりポンって出てこないかなとか、お腹すいたけど出るのめんどくさいな、今すぐここに何か出てこないかな。いやーいいね。そう、いやそんな感じで、まあ、もしも魔法が使えたなら、だけど僕には魔力がな い、 っていう、まあリスナーの皆さんから、もしも魔法が使えたら何がしたいかっていうのを募集させていただきます。でね、この何がしたいか募集したのだけでは終わらず、私たち2人が、その魔法に名前をつけて詠唱していくというコーナーです。夏美さん、ね、これは私たちが詠唱するんですよ、名前をつけて、はい、うんうん、じゃあ例えばの例いただいてるんで、あ、なんかそう、早速これメールもいただけてるみたいなんで、ありがとうございます。ちょっと読んでいきたいと思います。ノリノリ、ノリノリ。サンデーエレファントさん、うわー、もう、もう魔法っぽくない。サンデーエレファント、すごい。もうこれ終わりでいいですか。このメール。ありがとうございます。
はい、サンデーエレファントさんから、ありがとうございます。信号をちょうど青にする魔法はありませんか。いや、めっちゃわかる。これがあればスムーズに進めます。わかる。まあでもこれね、道路交通法とかがあるんでね、やっぱ大事なんですよ、この赤とか青とか。やっぱ運転する身なんで、うん、これはね大事だとは思いつつ、確かに急いでる時とかそれこそ全部青になれって思いますもんね。いや、もう本当に。これちなみに余談なんですけど、信号機あるじゃないですか、うん、あれのなんか人のマークが書いてあって、うん、青とか赤になるじゃないですか、うんうん、その横になんか点点点点点みたいなのが、あー、ゲージみたいな、ゲージみたいなのが7個、うんうん、7個ぐらいあって、うんうん、なんか減ってくのって知ってましたか、夏美さん。知ってる。あれがどういう意味なのかって分かってましたか。次の赤だったら次の青になるやつ、青だったら次の赤になるゲージじゃないの。そう、カウントダウンなんです、ええ、私それここ数年で知って知った時マジでうわすごーって思ってなんかだってあんなに分かりやすいことなくないですか、うん、なんか青だけど、うん、だらだら歩いてていきなりチカチカしだしたら、うん、結局間に合わないとかがあった中で、うんうん、あのゲージがあることによって、うん、あとちょっとでいかなんか赤になっちゃうから急がなきゃみたいな、うんうんうん、が分かるっていう、うん、確かにね赤の最中もさあ、もうすぐでどんぐらいで青になるかっていう、そうなんですよ、なんかさ心の準備ができるじゃん。できる、うん、でもそれは最近気づいたんですね。いやいや、最近のここ数年です。あ、数年、はい、あのまあここ 2年ぐらいの間に気づいた時に、マジでびっくりしてなんで今まで気がつかなかったんだろうって思ったっていう話なんですけど、なんかみんな知ってたみたいで。知ってましたよ。でもあれがない信号もある。あ、もちろん昔全然なかったですもんね。最近できてきたんですかね、あれが。最近でか、まあ、この数年間の間にこの10年の間にいつの間にかできてましたね。びっくりしましたけれども、うん、まあね、ちょっと余談でしたが、ありがとうございます。はい、どうでしょう、このね、今夏美さんはでもすごい共感されてましたけど。いや、そうなんです。なんか仕事に向かう時に、うん、やっぱそれこそちょうど信号を必ず越えなきゃいけないポイントが、うん、まあ、それあるかい。まあまあ、そうですね、あのよほど山道とかじゃない限りは、うん、はい、あるから、うん、いや、もう今すぐ青になれみたいな時あるから。確かにスムーズに行く時全部青みたいな時あるんですけどね。そうだね、うん、不思議ですよね。これにですね、名前をつけて詠唱しなきゃいけないんですよ。そうですよね、脳みそフル回転しなきゃいけない。これ一人ずつやるんですか、それともどっち一人がやればいいとかですか。うわー、マジか。一人ずつやる系だ。うわー、すごいぞ。どっちからいきましょう。ちょうど青にする魔法、あ、じゃあ私からいきますね。あ、はい、ではいきます。魔法に名前をつけるのか。あ、じゃあ先に詠唱して名前言いますね。ではこの信号をちょうど青にする魔法、これはブルーエレファント。あの名前もブルーエレファント、サンデーエレファントのブルーエレファントにします。すごい、サンデーエレファントさんを、はい、あの貴重、貴重じゃないや。これで結構難易度は下がったんじゃないかなって思います。あ、さすがあー、そうだった別のお便りをいただきました、はいはい、ありがとうございます。ありがとうございます。ペンネーム口先だけのドサンリュウさん。おー面白いですね。ありがとうございます。鈴代さん、藤原さん、うん、こんばんは。こんばんは。私は心配性で、うん、部屋を出かける際にきちんと鍵を閉めたかどうか不安になってしまいます。あー、えらい。めっちゃわかります。そのため心配していることを確認してもらえる魔法を使いたい。なるほど。これでもなんかありそうですけどね、今そういうアプリとか、うん、機械とか。あー、現代に。確かに。まあでもなかったとして、うん、魔法として考えた時ってことでしょ。すごい。でもちゃんと偉いですね、うん、やっぱ確認には確認をっていう感じで、戸締まりは大事ですから、うん、心配性で大丈夫。そう、え心配性で大丈夫大丈夫きちんと鍵を閉めたかどうかで、はい、いかがでしょう。心配していることを確認してもらえる魔法でしょ。これって横文字じゃないとダメとかじゃない。いや、もう何でもいいですよ。何でもいいんだよ、ね、何でもいいんですよ。これめっちゃむずいな。すごいね、さゆみ。いや、待って、私マジでただそのブルーにエレファントつけただけなんです、はい、すごいや。そうだな。多分夏美さんの思うままに言っていただけたら
うん、それがもうだって正解なんてないですからこれ。そうだよね。はい、ご準備よろしいでしょうか。はい、では心配症を確認してくれる魔法どうぞ。ショッキングキャッチャンス。待って最初はなんかあちゃんと意味があるんだショッキングから入ってると思ったら最後勢いで行きましたね。バレてしまった。今私なんて言ったんだろう。ショッキングキャッチャンスって言ってましたね。ショッキングキーなんちゃらって言おうと思ったんだけど。なるほど。あ、鍵ちょっと閉じまりみたいなことですか。そうですね、この口先だけの土三流さんのお便りに合わせて言おうと思ったら、うん、うまく詠唱できませんでした。すいませんでした。失敗です。詠唱は魔法使いになれなかった。すいません。それなれなかったっていうこともあるということですね、うんうん、はい、みたいな感じでちょっとね初回にして2通ほどやらせていただきましたが、まあこんな感じで、はい、まあ、もし魔法が使えたら何したいかみたいなことを募集しておりますんで、はい、よろしくお願いいたします。お願いします。そしてでは続いてのコーナーの紹介です。続いてはあの日に帰還したい。わかる。これはいっぱいあるんじゃないですか、うん、いっぱいある、まあ、主人公のデジールは未来から帰還してやり直していくっていう感じになっていく作品なんですけれども、うんうん、皆さんからあの日に戻ってやり直したいというエピソードを募集いたします、うんうん、でもしねその時に帰還できたら、うん、どのように行動をすれば悔いのない結果になるのかを考えていきたいと思います。はーはーはー、ね、悔いのない結果。これも1通いただいてるんで読んでいきます。お願いします。ヨシムーさん、ありがとうございます。ありがとうございます。高校生の時、当時好きだった女の子と2人で文化祭の準備をしていました。クラスメートから、ラブラブじゃん、付き合ってんの?といじられ、あ、僕は、そんなんじゃねえよと返しました。はいはいはい。すると女の子は、そうなんだ、違うんだと少し悲しげにつぶやいていました。その後、女の子とは特に何もなく高校を卒業して疎遠になりました。あららららら。答え方によっては関係が変わっていたのでしょうか、うんうん、あの日に戻ってやり直したいです。あ、結構ということで結構なやつですね。これはなんか甘酸っぱいですな。ですね。でもよくありそうですな、うん、このね、なんか思春期だからこそのこう恥ずかしくてこう強く言っちゃうじゃないですけど、うん、別にそんなんじゃねえけど。すごいね、本当にあるんだねこういうの。ねえ、あるんですね。びっくりする。でもなんかそんなんじゃねえよって言ってる人本当にいるんだ。すげえ。絶対好きじゃんってやつ、うんうん、でもまあ当時やっぱそうやって言われたらやっぱ真に受けちゃいますよね、うん、あ、そうなんだって、うん、てか女の子そうなんだ違うんだって悲しげって。でも逆にこれ言われたことによって、あ、いや そんなことないよみたいな感じでこう何かが始まってもよかった、うん、ねえ、絶対いい関係値築けてたよね、うん、これはじゃあもし戻れたらどうしたらいいんですかね。へえ、まあ、文化祭準備してました。うん、なんか女の子とちょっとキャッキャッキャッ喋ってて、うんうん、おいラブラブじゃんおめえら付き合ってんの?いじられて、うん、僕がどう対応すればよかったか。じゃあ夏美さんだったら、あ、じゃあそんなんじゃねえよって言って私がそうなんだ違うんだをやった後にどう答えたらいいかちょっとやっていただいても良いでしょうか。ラブラブじゃん付き合ってんの?って私が言って、あ、もう男の子側を、あ、やればいい、ね、この吉武さん側をじゃあちょっとやっていきたいと思います。あ、そういう感じ。まあエチュードみたいなもんですね。わあ、すごい。あ、今文化祭の準備中です。あ、それ持ってきて。ありがとう。おいおいお前らラブラブちゃん付き合ってんの?ちげえよ。パン。あ、そんな殴っちゃうくらい。そうなんだ、違うんだ。これはその…違くない。違くない。違くない。何じゃ。これは…その…どうしよう…なんて言えばいいんだ…好き。いや、動揺しすぎだろ。なるほど。もうストレートに言っちゃえばいいってことですね。うん、でも確かにこんなにもうわけわかんなくなったら、うん、自分の心、己の心にある
ことしかこうストレートに出ないですよね。そうです。こんな危機的状況に陥ったら、だから今もし今夏美さんがやってもらった結果、よしむさんは多分心に好きという気持ちがあった、うん、ということですね、うん、そう。だから帰還したら好きってそう言いましょう。素直に言えばいいと思います。あ、もう素直になることが大事ということですねありがとうございます。ありがとうございます。はい、ということでね、そういうあの日に帰還したいというコーナーもございます。では3つ目いきましょう。3つ目、はい、3つ目は日常逆算ワードです。うん、はい、こちらは相手の魔法を封じる逆算のように、はい、日常生活で起こりうるアクシデントに対応できるような日常逆算ワードを考えていくコーナーです。ほう、はい、お題として出されたアクシデントにぴったり合う逆算ワードを2人で考えていきます。あ、なるほどこれもいついただいてるとのことで、はい、読ませていただきます。お願いします。ペンネーム運命の車輪さんからいただきました。なんかもう逆算できそうな名前ですねかっこいい、うん、座敷のある居酒屋で、はい、靴を脱いだら靴下が破れて指が出てしまっていたのを他人に見られた時恥ずかしい、うまくごまかせる逆算ワードをお願いします。あー、わかった、これそういうデザインだから。あー、すごいナチュラルナチュラルナチュラル、もう出ちゃった、出ちゃいましたね、もう出ちゃったね。もうなんか思ったまま言うのがいいのかなって思ってきました、うんうん、もう1ついってます。あ、もう1つ、はい、ペンネーム前髪にグミさん笑ってる、おもろい、皆さんついちゃってるんですよ、全然もおもろい、はい、職場で同僚の近くを通りすがったら、うん、お、いいところに来たって言われたら、厄介な目に遭う確率が多いので、うん、お、いいところに来たって言われた時に逃げられるような逆算ワードを教えてください。わかりました。え、どこすか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 、一緒にしてください、どこすかってすごい、そっち側につく、スピーディーだ、もう逆にグイグイ行く、グイグイ、もう、え、どこにそのいいところがあるんですかっていや、めっちゃ動揺しちゃいそうだね、読んだ方ももう超目を見て、うん、え、どこですかって、おおおってなっちゃいそう。絶対にここではないということを示す、うんうん、これだったら逃げられそうだね、はい、そうですね、うんうんうん、はい、お、みたいなすごい、ちょっとこのコーナーなんかいけるかもしれない、あっさり解決、はい、すごいです。その日常逆算ワードがございまして、はい、ラストです。最後はあの生命体可愛すぎる、やー、はい、こちらですね、はい、ロマンティカちゃんが結構こういうセリフがあったりとかもするんですけれど、うんうん、プラムのね、一挙手一投足がもう可愛くてもだえてしまうロマンティカちゃんのために、プラムがより可愛く思える一言を募集するコーナーです。ということでですね、まあ、簡単に言いますと、うんうん、プラムを演じられている藤原夏美さんが言ったら可愛いであろう一言を募集するコーナーです。ああ、なるほどね。いや、いいコーナーを作ってくださりました。ありがとうございます。ありがとうございます。こちらも来てます。では私の名前を読むので夏美さんは可愛く、プラムで言えばいいんですよね。どうしよう。可愛ければいいとかにします？あ、じゃあプラムじゃなくてもいいと、うん、じゃあもうあとにかく夏美さんの思う可愛いで、あ、わかりました、最大限やっていただければと思います。おーい、ではいきます。はい、空色都市さんからいただきました。ね、眠い、ちょっと肩貸して。可愛い、うう今ちょっと半目で聞いてたんですけど、うんうん、すげえ、この可愛すぎる、やだ、もうこういうセリフあんま言ったことないから、今までで一番ボリューム感の小さい音量でした私から出る肩貸す貸す、いつでも貸す、こういう感じでいいんですか。もうサクサク、もうどんどん言ってもらいたいんでどんどん行きましょう。 KNGY さんからいただきました。ねえねえ、プラムのここ開いてますよ。カスガ、カスガさん、やん。ちょっとオードリー春日さんのあれを再現しない。あれって。デジールに言ってそうなセリフでも。確かにね。デジールさん、デジールさん、プラムここ開いてますよ。言ってそう。無邪気なんだろうな。うん、はい、みたいな感じでね。なるほど。たくさんこれはどん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 このコーナーはサクサク読んでいけたらなって、あの夏美さんが読むんですけど、はい、やっていけたらなってチャレンジですね。はい、思いますのでね。はい、せっかくこういうね機会なんでいろいろ送ってみてください。はい、お願いします。お願いします。はい、ということでコーナーはこの4つをご用意しております。うん、はい、それ以外にも作品の感想や私たち2人へのお便りもお待ちしています。
ラジオは特別です。ここからはこんな特別企画をお届けします。お13年前、何あった？はい、ということで、何あったかな。滅亡した世界からデジールが帰還したのは13年前。もしも同じように私たちが13年前に戻っても慌てないように、今から13年前、2010年前後のクイズについて2人で回答していきますということで、やったね。まあね、今が2023年なので、はい、10年前、覚えていますか？2010年何をやっていたか、ご自身が。2010年、なんだ、何歳だ、なんだろう、今から10年前だから、妖精女性、13年前か、17、高校生だ、高校生だ、ひょー、私も今の年齢からいくと12、中学生とか、わー、その時に何が起こっていたのか、ではやっていきましょう。はい、問題。2009年に発売されて人気に火がついて、2010年には品薄が続き、 SNS では手に入れられないとの声がたくさん上がった食べるラー油。おう、さて、桃屋から発売され現在も発売が続いている食べるラー油の正式名称とは？え？え？これ正式名称じゃないの？食べるラー油じゃないんだ。え、私もそうだと思ってた。ちなみに私、食べるラー油めちゃくちゃ好きで。いや、美味しいよね。美味しいし、コンビニにも食べるラー油のおにぎりとかあるんですよ。あ、そうなんだ。そう、あったりする時期もあるというか。へー、正式名称？なんかヒントください。食べるラー油結構長めです。長い名前なんだ。なんだろう、食べるラー油で、食べるラー油。あー、じゃあ私から、毎回美味しい食べるラー油違かったか、キャッチコピー的なあれかなと思ったんですけ ど食べるラー油って略じゃなさそうですけど、ね、そうだね、そうだな、違いました私は。難しいね、これは。なんだろう、じゃあ私、はい、言いますね。お願いします。カリカリコリコリ食べるラー油あれ違う違うか、もうそれでいいですはい、ということでね、押し、なんか押しそうな気しますけどね、そう、効果音的なやつ。あ、ほんと、歯ごたえあるもんね。確かに。正解いきましょう。正解は、辛そうで辛くない、あ、少し辛いラー油。これだ。あー、これ見たことある。見たことある。ほんとだ、すごい。もうなんか調味料までもなんか長いタイトルを最近はあれなんですね。じゃあタイトルがこれで、上の蓋に書いてあるのは食べるラー油って書いてあるから、これな、どっちがタイトルなんですか本当のタイトルはどっち？食べるラー油、辛そうで辛くない、少し辛いラー油。あー、なるほどね。副題みたいな。はい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 、本題みたいな、副題みたいな、どっちが副題、もうどっちでもいいか、あれ見た瞬間めっちゃお腹鳴った。いや、わかる、お腹空いてきたね。マジで美味しい、めっちゃ美味しい。これちょうど2010年ぐらいのあれだったんですね、そんな前からあるんだね。はい、次行きましょう。次の問題。はい、2010年に開催された FIFA ワールドカップ南アフリカ大会、とある生き物が試合予想をして8試合すべてを的中させたことで世界中が注目しました、その生き物とは何？なんだろう、すごい、これ生き物が的中させたんだ。え、有名ですか？でもなんかこれ知ってるような気もする。マジで？はい、鈴代。はい、アザラシ。あ、違った。はい、藤原。はい、コアラ。はい、鈴代キリン。はい、藤原。ナマズ。ナマズ違うか。なんだろう、でもこれ当てれそうだな。はい、サル。はい、藤原。ライオンはい、チーター。はい、ドラ。はい、ウサギ。犬。ハムスター。鳥海の生き物だって。だからやっぱ私アザラシ近い。あ、イルカ。違う。あれ、おや、おい、なに、クジラ。あ、分かった、ラッコ。いや、あ、シャチ。シャチ。あれ違うの？分かった、エイ。シャケ、シャケ。イ
食べたこと。あ、分かった、タコ。あー、くそー、やった。タコの名前、クラーケン。クラーケンってなんか異世界とかでしか聞いたことない。あれ、じゃあ正解いきましょう、はい、正解はタコのパウルくん。あ、名前がある、そういう名前か。私でもこれなんか知ってる気がする。へえ、あ、そうなんだ。予言タコのパウルだって。あ、それがもう全部8試合すべてってやばくないですか。絶対なんかの能力持ってるやんね。帰還してきたんじゃない。うわ、どっかから。やばどっかから。その説ある。帰還タコだったのかもしれない。すごい。お、じゃあラスト1つ行ってみましょう。やった、ラスト問題。2010年はスタジオの中にもあるあるものが発売された年です。え、一体何。スタジオ、このスタジオですか。今私たちがいるこのラジオを撮ってるスタジオってことですか。え、じゃあもう言ってくしかない。マイク。新しくって今までなかったのに2010年にパッて出たってことですよね。あっ、よー、わかる。ごめんなさい。うわ、これこれ、 iPad。 あー、すごい。なるほどね、確かに。そう、もう今はねラジオの台本とかも徐々にタブレットになってきていてですね、うん、びっくりした。温泉さんとかはもうほぼほぼね、メールは紙で印刷していただいてるんですけど、うんうん、台本はもうタブレットの方でチェックさせてもらってて、ね、初めて。収録とかでも結構タブレットをね使っていらっしゃる方も多いんですけれども、うん、はあ、正解は iPad ということで。やったー、おめでとうございます。なつみさん、ありがとうございます。すごい、そっか、2010年なんだ。すごっ、2010年からもう13年経ってます。今めっちゃ進化してるもんね。めちゃくちゃ進化してますよ、ね、iPhone も15まで来ましたから。うわー、はい、すげー、どんどんびっくりですね。うん、どんどん進化しますね。ということで、なんかでも2010年に今戻ったら、うん、なんかパウル君と一緒に予言できちゃいそうですね、逆に。確かにね。はい、ということで、うん、まあ、いつ戻ってもできるようになれたらいいな。はい、以上、13年前何やったでした。機関車のラジオは特別です。ここからは作品の最新情報をお届けします。はい、テレビアニメ機関車の魔法は特別ですは、東京 MX 群馬テレビ、栃木テレビ、 BS11 他にて10月7日より毎週土曜24時から放送開始です。また D アニメストア、 U-NEXT アニメ放題ではテレビ最速放送後の24時30分から先行配信予定です。その他の配信サイトでも順次配信予定ですので、詳しくは公式ホームページをご確認ください。はい、さらにアニメ機関車の魔法は特別ですのオープニングテーマ、うん、フローさんの40th シングル、うん、ゲットバックは11月22日水曜日にリリース予定です。わわにゃにゃん。おい、さらに10月8日日曜日からは先行配信が開始されますので、うん、ぜひお聞きください。はい、はい、またエンディングテーマでもあるモモスモモスさんの6を撫でるは、うん、10月25日水曜日リリース予定です。はい、こちらもぜひお聞きいただき、音楽でも機関車の魔法は特別ですの世界をお楽しみください。はい、詳しくは番組公式サイト公式 X 等でご確認ください。はい、以上、機関車の魔法は特別ですからのお知らせでした。はい、ということで、はい、初回のこの配信もエンディングになりました。はい、いかがでしたか、夏美さん。すごいね、なんか今もう結構な時間取ってるみたいで、はい、こんなにもうボリュームがある。でもね、今後はね、どんな感じ。そうですね、ちょっとで、まあ、でも初回楽しかったな。いや、なんか放送前ではありますけれども、うん、本当にメールもねいただけたので嬉しい。なんかこう、まあ、ラジオでもさらに本編と合わせて、まあ、次回以降はもう放送も始まってる段階になるので、うん、まあ、そういう作品のお話だったりなんかももうちょっと深くできたらいいなと思っております。はい、よろしくお願いいたします。お願いします。そんなねラジオですけれども、はい、うん、こちら月1回の配信でお届けするこの番組、うん、次回は11月3日配信予定です。はい、はい、メールの投稿は
10月15日あたりまでに送っていただけるとありがたいでございます、はい、お願いします、はい、そして温泉プレミアム会員の方は限定パートもう一度帰還して聞きたいポイントをお届けします。これはこのラジオ内で話した我々のトークでもう一回帰還したいってスタッフさんが思ったポイントを聞くっていう、うん、すごい感じですね、うんうん、なんか恥ずかしくなりそうな気がしてます。確かにね大丈夫かないやーっていう感じなんですけれども、はい、まあねラジオ本当に嬉しいなっていう気持ちなんですけれども、うん、まずはなんといっても明日から1話が始まるということなので、うん、はい、そうですね。いやドキドキしてきたね。でもやっぱ1話がねやっぱ冒頭の方でもお話ししましたけど結構シリアスな展開がガッてきたりはするので、うん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 、こうなんか腰据えてちゃんと見たいなって思いますね。あーそうね、仲間の死だったりもあったりとかするから。そうですね、まあでもそれをね私とあロマンティカさんとね、うん、プラムがね、うん、その13年前に戻ったデジールがねどう関わっていくのかとかね、うん、ぜひ注目しながら見ていただきたいなと思います。はい、含めてまずは明日からということで、はい、よろしくお願いいたします。はい、それではまた来月お会いしましょう。ここまでのお相手は鈴代さゆみと藤原夏実でした。